こんにちは、たまらいです。本日は話題のチャット GP を転職活動に生かす方法を解説していきたいと思います。今日は自己分析への活用方法です。チャット GPT 想像以上に転職活動に使えるので、必ず最後まで聞いて、必ず最後まで実践してください。今後もこういった流れで動画を更新していきますので、チャンネル登録をしてお待ちください。たまらいのモチベーションが切れないようにグッドボタンもお願いします。ちなみにこの動画は2023年の3月に撮影しています。チャット GPT の進化とともに動画をアップデートしていきたいと思ってますんで、こちらの再生リストに最新版がないか確認してみてください。それでは本題に移りましょう。チャット GPT をどのように自己分析に生かすのか。まず結論、チャット GPT にコーチングしてもらうことで自己分析に役立つよ。自己分析って自問自答を繰り返すプロセスを経て、自分がまだ認知してなかった部分に気づいたり言語化されたりします。この自問自答の問いの部分を自己分析本の、ね、問いが補完してくれたり、言語化の部分をキャリアアドバイザーが補完してくれたりしているわけです。たまらいはこの問いを作ることのプロはコーチだと思ってます。そしてこのチャット GPT なかなかいいコーチングをしてくれます。ここから実際にたまらいがやったものをお見せします。最初に送ったのがこちら、私が強みを見つけるためのコーチングをしてください。するとこのように返ってきました。はい、めちゃくちゃ質問全部されました。チャット GPT 落ち着いてくれということで、これらの問いを一つ一つ対話でやり取りしたいですと切にお願いしました。するとめちゃくちゃコンパクトになりました。成功体験と成功要因について新たな問いが立っているので、一旦適当に答えてみます。すると素晴らしい経験をされたようですねとしっかりと肯定しながら話を進めてくれます。そのまま次の質問を投げかけられたんですが、これだけのやり取りで強みだと決めつけるのは少し早計かなと思ったので、追加の深掘りを依頼してみました。すると先ほどの玉台の回答を深掘る質問を追加でしてくれました。またまたね、ご質問詰めになってますが、数も多くないので一旦答えてみます。するとめちゃくちゃまとめてくれました。先ほどのね、回答は実際に玉台の経験を入力しています。そして整理されたものを見ると、実際に玉台が得意としているものがちゃんと整理されていました。びっくりですよね。この後もどん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 質問を重ねてくれます。どん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 、そして最終的にこのような強みリストを作成してくれました。かなり整理されています。転職エージェントのキャリアアドバイザーもここまで整理をしてくれません。ちなみにそれを見て確信が持てない場合は、その気持ちを伝えてみると、このように新たな問いも立ててくれます。自分がちゃんと納得できるものを発見できるまで、どんどんチャット GPT を活用していきましょう。最後にこれらの強みがどんな求人だと活かせそうなのかとかも聞いてみました。するといろいろとレコメンドしてくれます。すごすぎる。このようにチャット GPT にコーチングしてもらうことで自己分析を進めることができるので、転職活動にめちゃくちゃ活用できます。最後に使い方のポイントを解説しておきますね。基本的に自由に活用いただけたらと思うんですが、たまらいはこういう入力をしたよっていうのをご紹介します。前提、転職活動ではなりたい将来像、強み、価値観、このあたりはしっかりと自己分析しといた方がいいと思ってます。これらのコーチングを始めるきっかけとなる入力として、このあたりがいいんじゃないかなと思ってます。ちなみに順番としては、強みや価値観を初めにコーチングして、最後になりたい将来像がいいんじゃないかと思います。コーチングの中でたまらいが有効だなと思った追加の入力としては、ちょっと浅いなって感じた時はもう少し深掘りをしてください。本当にそうかと感じた時は確信が持てないので追加で質問してください。このあたりを活用して有効だなと思いました。あと何より重要そうなのが、できるだけ具体的に回答すること。コーチングの中で経験や実績についてたくさん質問されます。その回答の中にあなたの強みとか価値観とかが隠されているからです。それをチャット GPT が見つけやすいようにするには、できる限り具体的な回答をすることが重要です。玉台の例では割と抽象度の高い回答を端的にしてしまいましたが、皆さんはできる限り具体的に書くようにしましょう。それが最大のポイントでありコツとなります。ちなみにチャット GPT にアドバイス、助言を求めることも有効です。強みであったりとか、なりたい将来像を踏まえてどういった会社を選ぶと良さそうかなどは聞いてみてもいいかもしれません。こんな感じでなかなか素敵なアドバイスをしてくれます。今回画像で紹介したたまらいが実験したチャット GPT のやり取り、この全文を PDF にしています。動画でお見せしてないものもたくさんあります。割とですね、使い方の参考になるかなと思いますので、見たい、参考にしたいという方は公式 LINE からワンタップで共有できますので、ぜひお問い合わせしてみてください。あと今回はチャット GPT の 3.5 じゃなくて4を利用しています。無料で使える 3.5 の場合は、これらの問いを一つ一つ対話でやり取りしたいですといったニーズはね、叶えられませんでした。一気に質問が来て一気に回答を返す、そういう形にはなってしまいますが、十分ね、自己分析の効果はあるかなと思いますので、ぜひ活用してみてください。
以上、本日は転職活動へのチャット GPT の活かし方自己分析編について解説してまいりました。冒頭でお話した通り、今後このような流れでチャット GPT を転職活動に活用する方法を解説していきます。ぜひチャンネル登録してお待ちください。今ね、世の中はチャット GPT の登場によって劇的に変わろうとしています。仕事が奪われる、奪われない、そういった議論も白熱しています。実際に使ってみるとわかるんですが、なくなってしまうだろう仕事もたくさんあるだろうなって感じます。とはいえ、チャット GPT はあくまでツールですから、それをうまく活用できる人材になればいいだけの話。まずは自己分析に活用して効率的に転職活動を乗り越えましょう。少しだけ宣伝です。現在、多摩大が転職支援を行うクラス形式のブートキャンプを試験的に無料で運用しています。転職って孤独な戦いです。正解が何かもわかりません。少しでも力になれたらと思って無料で運営しておりますので、興味がある方はこちらもぜひ公式 LINE から問い合わせてみてください。では次回の動画でまたお会いしましょう。頑張ってね。ではまた。